は呼吸とまっすぐに立つためのポイントを練習しましょう。まっすぐに立つための7つのポイントをすべて意識することで全体の調和が実現します。次に体の各部分の動かし方の練習です。1回の呼吸で足を前へ、1回の呼吸で足を後ろへ振ります。息を吸いながら手を握り、吐きながら開きます。言えない喜びとか楽しさがありますね。